嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いたんですか、写像って。とつことやめてもらえっていいですか。それからと明らかにあって、あなたの感想ですよね。なんかそういうデータあるんですか。あそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能ですか娘がいて失敗したいと、東出さんを連れてきた場合、<laughs> 娘さんに何とアドバイスをしますか よ、もう、あの、山で暮らすことになるから、冬めちゃくちゃ寒いから太った方がいいぞって言いますね。その、前回の、あの、ペルーのトルヒーオ編でも言ってたんですけど、割となんかその、東出さんって、結構あの、誤解された、 誤解そのなんかあの、どちらかというとそのなんか嘘捏造に近い情報がこたつ記事で上がっていて、んで、それがそのままなんか世間に信じられてるというのが結構あるんですよね。で、まあ東出さん自身は別になんかそれをこう、あの、直そうとか、訂正しようっていうのをやらない人なので、なのでそのままそれがこう、あの、現地を取られてるかのようにそのまま流れてしまうんですけど、 例えば、その、えー、と東出さんの,あの養育費がいくらだったのか話っていうのがあって、じゃあ、そもそも論、あの話ってどっから出るんだろうって話なんですよ、その東出さんの養育費いくらですかっていうのって、東出さんが言わなかったら、じゃあ、出どころどこですかっていう話じゃないですか。所持金5万円で ローカルバストやスヤ宿と屋台飯でおじさんたちが南米ダンする東出政宏さんが主人公でいいんじゃないかという南米編当初14は缶の予定ペルーが長すぎて半分も南米ダンできてないですが今までの総集編だからあそういうのを流してらっしゃる方がどこかにいらっしゃるんですねという話でで東出さんの養育費の足っていうのってあれあの普通に裁判やったりする時の算定表の基準なんですよ。 要は、その、あの、こういう収入がある人は、養育費いくらですよっていうのが、もうすでに算定表があるんですよ。まあ、あの、弁護士さんに聞いてもらえるか、ネットでも検索すロ出てくると思うんですけど、その、収入によって、あの、旦那さんの収入がいくらぐらい。で、奥さんの収入がこれぐらい。だったら旦那さんの一社ではこれぐらい。奥さんの収入これぐらいっていう算定表があって、で、ちょうど東出さんが、その、離婚云々の時に、本当に仕事なかったんですよ。 なので、算定表に従うと、この金額になるよねっていう金額が、そのまま世間に漏れてるんですよ。要はその、あの、普通に裁判したりなんなりで、その、じゃあその、さそ,のその、その、あの、えっ、ー、と、その、養育費いくらっていうのを計算したら、この額になるよというのが、そのまま世に出ていて、で、あのー、東出さんって、振り込みしてるんですよ。 で、その、ただ、相手の方が、その振り込み先を教えてくれていないので、相手の方の弁護士の指定している口座にずっと振り込みし続けてるんですよ。で、それは、あの、まあ、もともと、あの、その仕事が全然できてなかったので、確かにその金額は昔は少なかったんですけど、今は生活費を除いて、ある程度の金額っていうのが、その、毎年余るので、で、余った金額を振り込むっていうのをやってるんですよ。父親を亡くした最中家族に背中を押されるユニシオ湖に来た13年前の東出さん。 いつもあると思ってた鏡張りの湖と家族をまた失い、諦めの中に生きる36歳1日目、奇跡が、ラス現世と常夜の境の黄昏時に何を見たのか。で、それが、その弁護士さんのもとには振り込まれていると、ただ、弁護士さんのもとに振り込まれて、その弁護士さんが、その後、その相手方に送っているのか、相手方が受け取っているのかはわからないのですけど、なので、その生活費、その、あの、 養育費を払ってない、もしくはその算定表で行く月12万であるというのは僕が知る限りデマです。はい。 もちろん、あの、東出さんが全面的に僕に嘘ついていて <laughs>、あの、こう、今僕が言った説明も、あの、すべて嘘で <laughs>、あの、実態としては本当に払ってないっていう可能性もなきにしもあらずですけど、まあ、少なくともそういう状態なので、なのでなんかその、養育費を払ってないというふうに、こう、書き続ける、なんかメディア的な人とかコメントを書く人は、まあ、騙されてしまっては仕方ないと思うんですけど、それはどうなのかなというふうに僕は思うのですよ。とはいえ本人もね、訂正したがらないから、 まあどうなのかなと思うんで、すけどなのでちゃんとその責任は果たそうとしているので、なんかそこまでなんか東出さんにむす、なんか例えば僕に娘がいたとして、なんか東出さんと結婚したいって言ったら、ああ、そうなんだ、ふーんって話だと思いますけど、土殺俳優、東出昌宏さんに5万円渡して、南米エクアドルの無人島に置いてきた番組が始まるよう、移動ルールは徒歩、ローカル路線バス、ヒッチハイク、所持金は5万円、南米を横断したらゴール。 まあね、ただ、あの、なんか、山の中に住みたがるっていう。で、なんか、あの、その、電気とか使いたくねえみたいな、あの、暖房とか入れたくねえみたいな人なので、冬場はマジできついと思うんですよね。 だからなんかその子供がなんかその何かってそのお父さんのところに行きたいと思う時になんかこう戻ってくれるようにしたい。だからなんかあの再婚はしないんだみたいなこと言ってるんですけど、あのパリ育ちの子供が山ん中に来てとか言わねえだろうっていう。<laughs> なんかその東京でそれなりのマンションとか住んでるんだったらじゃあなんかこうお父さんのとこ行きたいって言って東京行くとかってのは全然発生すると思うんですけど、<laughs> そもそもなんか北関東の山ん中どこだよ行き方わかんねえよみたいな。で行ってみたらうん暖房もないよみたいな。<laughs> で冷蔵庫もないよみたいな、まあ、冷凍庫はあるんですけど、で、そんなところでなんか、じゃあ、毎日こう動物を殺して飯食おうみたいなこと言われて、学校とかどうすんのみたいな、無理じゃん、学校ないんだから、山の中だからさ、みたいなのもあるんで、なので、なんかその、子供が来れるようにって言ったら、いやいや、それ無理だろうって僕は思うんですけど。はい、マラウイで騒ぎを起こして、警察に呼び出しを食らって出頭する車の中で、ナイフを研ぎ始める東出正宏さんは、本当にやばいやっ子だと思います。 え番組の裏で東江さんと豊川さんがやり合ったエピソードがあれば教えてほしい。東江さんが他人に対して不快感を出すって僕あんまり見たことないんですよね。で、あの、旅が終わった後に、あの、その後こうメディアインタビューっていうので一回日本で集まったんですよ。 なんかあの、オリコンさんとかあの、女子スパさんとかの記事でちょこちょこ上がってると思うんですけど、なんかその、僕と東出さんがあの、コンビで写真を撮ってもらってインタビューを受けてるみたいな記事がちょこちょこあると思うんですけど、で、あれがその、旅が終わった後に、なんかそうかな、先々月ぐらいかな、 う3月ぐらいか、なんか3月ぐらいにその、その、取材を受けて答えたやつなんですけど、で、そのなんか、東根さんが、その、ちょこちょこ、なんか、のその、不快感をあらわにしてましたみたいなこと今回は、その前回と違って、不快感をあらわにしてましたみたいなことを、一応言ってはいるんですけど、僕、全く記憶にないんですよね。<laughs> <laughs> あれ、東出さん、誰かに不快感出してたことあったっけっていうので、もともとあんまりその人に対してそのなんか怒りの感情みたいなのを出さない人なので、なので東出さんなりに出してたかもしれないけど、僕は一切分からなかったっていう。で、このパターンの人があのもう一人いて、成田悠介さんっていう、イエール大学で先生やってる人がいるんですけど、成田さんも人に対して怒るとか、不快感を表明してるの見たことないんですよね。 ま、その、メディアとかカメラが回ってる時に出さないのは、ま、すごく当然なんですけど、なんか別にあの、内輪で飲んでる時とかってもう別になんかそういう話とか全然出ないんですよね。で、ま、成田さん曰く、あの、他人に興味がないからってことだと思うんですけど、僕もはそんなに他人に対してこう、怒りを表明することはないんですけど、ただなんかあの、これはなんか正した方がいいなとか、そういうなんか僕のルールに触れる部分があると、割とそこはこう、突っ込んでいくっていうのがあるんですけど、 なんか東出さんとか成田さんはそこら辺もなんか基本諦めるっていう受け入れ方をしてるんじゃないかなと思いますけど。なのでなんかやり合ったエピソードはほぼないですね。あとあの今回豊川さんがあのガチで体調をだんだん悪くしていくっていう。今のところね、まだそこまで体調悪くなってない感出てると思うんですけど、あの耳のいい人だと多分わかるんですけど、旅の中で喋ってる豊川さんのセリフなのか、 あの後取りの豊川さんのセリフなのかっていうのがあ,のあるんですよあの。豊川さん結構体調悪くなってて、あの本来、豊川さん、ここでそのセリフは言ってないぞっていうのを、後から編集上追加されたりします。はい、なのであの、やり合うほどの体力は豊川さんにはなかったって思っていただければ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします 家帰ってやめるどこ帰るんですか、うん <laughs>